はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今回はデビルメイクライ5でミニゲームのね、敵を倒し続けるブラティパレスをやっていきたいと思います。まあ多分ね、もしも生き残った場合、動画の録画のキャパシティ超えちゃうんで、まあキリがいいとこで一応終わるつもりではいるけど、まあ死んだら普通にやめますけど、やっていこうかな。で、デビルメイクライについて少し語りながらやっていこうと思うんで、できればね、そのデビルメイクライに触れたことない方とかもね、ちょっとこう、ラジオ感覚で耳を傾けてもらえたら嬉しいなって思います。よろしくお願いいたします。ちょっと前置きで一つ言わせてもらうと、僕はシリーズ前作、小説も読んでますし、アニメも見ているというぐらいね、この作品、このシリーズ大好きなんですけども、4のスペシャルエディションっていうやつを抜きにして、まあ4が出てからもう10年ぶりのデビルメイクライファンたちが待ちに待った最新作が、まあ去年の3月に出たこの5になるんですけども、まあデビルメイクライ5、大きく分けてこの3人が主人公、大きく分けなくても3人が主人公です。V、ネロ、ダンテ。ダンテがね、もう有名なデビルメイクライの主人公なんですよね、完全なね。そして4からの新主人公で加わったネロ。そして今作で謎の男として登場するのがこの V となっています。僕ね、この V にもう心をわしづかみにされまして、めちゃくちゃタイプのキャラクターなんですよ。なのでこの V を使いつつ、ちょっとデビルメイクライシリーズについてね、わかりやすく話させていただこうと思います。まあ、ゲームをしながらなんで、そして5自体10ヶ月ぶりぐらいにプレイするんで、はい、まあ、グダグダと喋る、そしていつもみたいに滑舌も悪く、カミカミでなってきますが、よろしくお願いいたします。はい、これ、ブラッディパレスっていうんですけど、僕は V だとマックス89回までしかやってないのか。ってことは、最高回まで行ってないんだね。一応、1以外全部ブラッディパレスってミニゲームあるんですけど、全部ね、マックスまで行ってるんですが、5だけ手つかずってところですかね。まあ、やっていきましょう。ちょっとね、V は、ダンテや、ネロと勝手が違うんで、ちょっと慣れるまで時間がかかるかな。一番苦手なのはダンテですかね。3までの主人公だったダンテは、普通に使いやすかったんですけど、4からね、割とマニアック向けな操作を要求されるキャラになっちゃったんで、まあ、ネロがね、逆に初心者向けで差別化を図られてるんですけど、まあ、さらにまた違ったのがこの V となっています。まあ、なんていうのかな。デビルメイクライはもう全部シリーズ通してやってて、まあ、さっきも言ったけどやってて、大きく分けて、時間の時系列で言うとですね、3、1、アニメ、2、4、5ってなってます。なので、まあ、そこのところから、まあ、作品が多いし、こういう時系列もバラバラだし、また、ちょっとね、アサシンクリードとは違った意味で、初見さんお断りの雰囲気っていうのがね、あるんですよね。僕の中ではね、カプコンのバイオハザードとモンハンに並ぶ、あとロックマンとかに並ぶね、有名どころだと思ってるんですが、意外とね、僕の周りではタイトル名知ってるけどやったことはないって人がほとんどなんですよ。なのでね、まあ、そんなところで良さも伝えられたらいいなとは思うんですけども、ストーリー的にはですね、3が一番ダンテの若い頃のストーリーになっていて、こうね、なんだろう、すごいね、はちゃめちゃです。まあ、スタイリッシュクレイジーアクションと銘打ってるんですけど、その通りですね。もう、俺は憧れましたね、学生時代。まあ、真似しましたよ。敵キャラの上をね、スケボーみたいに滑ったりできるのは3だけなんで。それをね、こう友達とか友達のバックにやったりとかしたのを今でも覚えてますね。
自分の小さい頃、そして、なんつうのかな、思春期で今までずっと一緒に生きてきたゲームって感じなんですよ、デビルメイクライ、僕の中で。デビルメイクライ3スペシャルエディションを発売日に購入した次の日に盲腸になっちゃったとかね、いい思い出ですからね、今思えば。なので3が一番万人に面白いって思ってもらえる作品だと僕は思ってますね。面白いですよ、普通に面白い。なんで今ね、デビルメイクライって PS4 だとHD リマスター出てますんで、あ、プー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 、すいません、噛みました。プレスリーでも、出てますよね、 HD リマスター1から3まで。なんか4も入ったやつも出てるっぽいんだけど、1から4までね。まあ、とにかくおすすめなのは3なんですよ、最初に言っとくと。でもね、3をやると、え、じゃあ1ってどういう物語なのって思うじゃないですか。で、俺的には1も面白い。なんか3が圧倒的なコンボで敵をボコボコにするっていう作品だとすると、1は逆にギリギリのところで敵の動きを見切って倒すみたいな緊張感のある作品だと俺は思っていて。どちらにも共通するのは爽快感が半端ねえってこと。ただね、やっぱカメラアングルが悪い。まあ前作に言えるけど、特に1は固定カメラで、アングルが悪いんですよ。だからそういうところでも、なんか、こう、プレイヤースキルが問われる作品なんですよね。まあもともとね、バイオハザード4を制作にあたって、アクション性が強かったために別のゲームとして発売されたのがデビルメイクライ1なので、まあ、若干なのでね、バイオハザード4のレオンと髪型が似てたりとかしますよね、ダンテが。そうですね。で、2、今ね、3と1のお話ししましたけど、2は全く別のゲームなんですよ、もう操作感が。シリーズでは黒歴史って言われていて、ストーリーの描写も曖昧すぎるし、操作感も全然違って、デビルメイクライじゃないゲームとして見れば面白いけど、ある程度は。だけど、まあ、デビルメイクライとして見たらって話。もう察しですよね。ただですね、僕、デビルメイクライ2、個人的には全然ありです。好きなんですよ。というのもね、多分シリーズの中でもトップクラスで BGM がサイコテクノやハードロック調でかっこいいんですよね。で、ボスの種類も多い。で、一番もうこれがね、理由なんだけど、ダンテのデザインが一番かっこいい、2が。2ダントツ。2はやばい。2のダンテはかっこいいな。デビルメイクライってちょっと面白くて、1から5まで、全部通して銀髪二丁拳銃、大きい剣を持ってるっていうこと以外、見た目がガラリと変わるんですよね。だから1のダンテも2のダンテも3のダンテも4のダンテも5のダンテもみんな見た目が違うんですよ。で、まあ4のネロもね、5のネロと全然見た目違いますし、まあそういう感じで違うんですよね、見た目が全く一緒じゃないというとこで、どのダンテが好きみたいな話もファンの間では出るんですけど、まあ、僕はもう迷わず2を押します。で、2のダンテってめちゃくちゃ、ね、無口なんですよ。で、それにはなんか設定があったみたいで、なんかね、2のスタッフと1のスタッフが違うスタッフで、で、クールなタフガイっていう設定にしたかったらしくて、無口になっちゃったんですよね。でもそれが、その1まではそのどんな怖そうな悪魔を目の前にして、もう軽口を叩くダンテっていうイメージだったファンからは大不評を食らっていて。で、まあ、そんなとこでね、良くなかったんですけど、でもまあその無口になってしまった後、普通にまた、ね、その後の時系列のダンテもまた軽口叩いてるんですよ。だからもう完全に2は黒歴史化されてたんですが、嬉しいことにですね、なんで無口だったかっていうのが、まあ、5の小説で補完されるようになって、なんか4の発売の時点では2が時系列の最後だ
ったんですよ。だから3、1、4、2ってつながりだったんですよね、アニメなしにして、うん、アニメ抜きでね言うと。ですが5が登場したことによって一気に時系列が変わって、あの3、1、4、2だったのが3、1、2、4、5になったんですよ。だから5の小説だとその2でその後ダンテがどうなったかって話も保管されていて、うん、だからなんかなんで無口だったのかとかね。あと5に出てくるバルログって武器があるんですけど、その武器じゃあどっから手に入れたのって話なんだけど、それはあの2のラスボスの右腕の悪魔を倒してゲットしたよ、まあ、ゲットしたよっていうか、まあ本人なんですけど、うん、まあ、そういう話とかもなってて、うん、非常にね、あの2が少しだけシリーズに関与できて個人的には嬉しいんだけど、まあ毎回ね4の時もそうだったし5の時もそうだったんだけど、5分でわかるデビルメイクライっていうなんかそういう系の動画があの公式で出てるんですが、2の話めちゃくちゃ省略されてるんで、いつもそれも悲しい。俺は2のダンテが好きすぎて新女神転生3ってマニアックスってゲームにゲストキャラで出てるんですけど、あのダンテ目当てに買ったんですよ、うん、でそれも見た目は2のダンテで性格はなんか1のダンテみたいな軽口叩きダンテみたいな感じでかっけえんですけど、うん、まあ、あの女神転生3マニアックスはねゲームとしてもその後結局めちゃくちゃハマってすげえ面白いゲームなんですけど、でだから3のダンテ若かりし頃もう裸に赤いロングコート、あの挑発イケメンみたいな感じ、うん、で1のダンテはまあなんだろう、やっぱシリーズ最初の作品だからちょっと肌の色が浅黒いけど、まあなんつうのかな、あのまあダンテって感じですよね、ダンガイみたいなね、うん、そうで2はクールな無口で見た目超かっこいい、うん、じゃあ4はってなるんですけど、4はねまた全然、ま、感じが変わって、軽口叩くっていうよりは単にチャラい感じになっちゃったんですよ。単にもうね恐ろしいぐらいなんかシリアスなところがあんまり見られなくなっちゃって、今まで結構ダンテってメリハリがあったんですよ。そのダンテのその普段はねはいはいみたいな感じでチャラいんだけど肝心なところでは熱いみたいなのがダンテのいいとこだったんですが、4だとねほとんど真面目なシーンが見れないんですよ。そこが少し残念だったんだけど、まあ相変わらずチャラくチャラいし軽口叩くし余裕の感じだしっていうような感じでですね、かっこいいんですけど、まあ、おじさんですね。ひげが生えちゃってるんで、おじさん、ダンディーなおじさんみたいな感じ、チャラおじさんみたいなね、感じですかね。うん。あでもね、全然、かっこいいですよ。俺がシリーズで唯一受け付けないダンテは、実はこの5のダンテで、ダンテが登場したトレーラー見た時とかは結構ショックでしたね。なんか、ダンテって、ストーリーの大きなキーポイントのキャラクターにある、その、スパーダっていう伝説の悪魔がいるんですけど、その息子なんで半分悪魔半分人間なんですよ。だからそんな悪魔なんでね年食んなくてもいいだろうとかって思うんだけど、まあなんか年食ってるみたいで、やっぱりもうひげ面のシワシワのおっさんみたいになっちゃってるんですよね5だとね、まあ、そのデザインが俺はちょっと好きじゃなかったんで余計残念だし、まあ4みたいに、まあ4以上にですかね、難しいテクニカルなキャラクターになってしまってるんで、ダンテにお世話になることはほぼほぼないし、ダンテが一番使う時に大変なイメージですかね、やっぱね。うん、まあ、そのプレイに関してで言えばライトなので僕もね。まあ、本当に上手い人がダンテを使うとものすごいかっこいいんですよ。うん、まあ、そこは本当にかっこいいんだけど、やっぱりね、難しい。ライトユーザーからすると。うん、それは否めなかったかな。うん、あくまでも僕のね、個人的な感想にはなるんですけど、うん、でデザインもなんかまあ言うてかっこいいかかっこよくないかで言えば別にそんなかっこよくないしね、うん、今までのダンテがまあまあそれなりにかっこよく来てたんで、ちょっとなんか俺的には5のダンテは微妙って感じでしたかね。まあでもそれでもね決してダサいとかじゃないし、あくまでもね中身はダンテなので、うん、で3からはね、ダンテのその声優さんが英語版でも、ルーベンなんだっけかな、名前忘れちゃったけど、
なんとかさんっていう人でずっと共通なんで、ルーベ・ラングなんだっけかな、うん、でバージルももちろんそうだし、あのレディ・トリッシュっていうヒロインもみんなあの共通になってて、なんかそこら辺も嬉しいですよね。ただね、日本語ボイス、てめえはダメだって俺は言いたい。あのアニメで、まあ、森川さんとか声優やってて、その日本語でアニメがあるんですけど、まあ、それはね俺全然ありなんですよ。全然良かった、うん、だけどあのゲームで日本語ボイスはなんかね違和感しか感じないんですよ。だから僕英語ボイスでやってるんですけど、うん、なんかまあなくてもいいんじゃねとかって俺は勝手にも、まあ、あってもいいって思う人もいると思うから、まあ、あるんだろうけど、うん、俺はねもう絶対断固英語派ですね、うん、やっぱデビルメイくらいはねこの英語がいいですよ。なんか英語って面白いなって思ったのもデビルメイくらいがきっかけですからね、うん、こういうとこでもありましたね。デビルメイくらい面白いですよ、うん、3から手出して、あ、まあ、1から手出して3です。あ、爽快感を楽しんでもらい、で、あれかな、4もありっちゃありですね、全然ね。で、5って感じでやってもらえれば一番いいですね。まあ、そのシリーズ全部やれば一番そこには深みが、こう、深まってきて、いいんですけどね。まあ、2はまあまあまあ、正直その見た目がかっこいいだけなので、俺的には。やらんでもいいと思うんだけど。うん、でね、5は、本当にシリーズファンがもうやってるって前提なので、普通にその、5に出てこない登場キャラクターの名前とかも余裕で出てくるし、うん、わかりづらいっていうか、わからないと面白みが欠けるみたいな。うん。そんな感じになってしまうんで、うん、具のないカレー食ってるみたいな感じかな、例えると、うん、だからやっぱそこには具があった方がいいから、うん、過去作も絶対やってた方がいいと俺は思うね。現にね、過去作やったことないやつと一緒にデビルメイクライ5について話した時にやっぱ全然面白くなかったのよ。で、面白さを分かってないって感じだったね、うん。だからあれはあのキャラで、あの名前はああなんだよとかって言っても、おー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 みたいな感じで、なんかはいはいみたいな感じだったから、うん、いや、まあそこはね、デビルメイくらいやるんだとしたら、やっぱそこも知っといた方が絶対面白い内容だし、損してるかなって思うんだよね。うん。そう。5はほんと過去作ファンを喜ばせる内容がもう本当に多いんで、絶対に過去作やった上でやった方が面白いと思いますね、うん、で、あとね、なんかレビューとかではめんどくさい敵がいなくなってすごい戦いやすくなったとかってデビルメイクライ5書かれてたんだけど、それは嘘ですね、うん、このキューリーって今戦ってるこいつもめんどくさいし、全体的に敵キャラが硬いんだよ5って。だから4とかやってると全然感覚がもう違う。4でこれやればモンスターっていうか悪魔が浮いて浮かしコンボできるなとかっていうのができない5だと、うん、そうだからな、そこら辺はねやりづらいよ。なんか5だからちょっと難しいもん俺の中では、うん、だからなんか爽快感もまあなくはないんだけど、やっぱね圧倒的なボコボコにしてるっていう爽快感を味わいたいなら3だよ。4でもいいけどね、うん、だ4だとネロがいる代わりにダンテがちょっと使うのが大変になっててって感じで、3だったらまあダンテしかいないけどダンテでも圧倒的なコンボでボコボコに、うん、あともうストーリーも最高だから、うん、3のストーリーはマジで最高、うん、バージルっていうそのキャラクターね、名前自体は1で出てくるんだけど、まあ、姿変わってネロアンジェロとしては出てくるんだけど、そのバージルっていうキャラクターとしてはやっぱり3が初めて出てきてて、日本刀を使う双子のお兄ちゃんだけど、ダンテとは思想が全く違う、力主義者なんですよねバージルは。でダンテはどっちかっていうとこうなんか熱い魂を持ってるみたいなところがあるやつなので、別に力なんて求めてないんですよ、うん、そういうところで違いがこう大きく分けられて、その2人がぶつかり合う
でもバージルが力を求めた理由っていうのはやっぱりそのお母さんがね悪魔に殺されてしまってダンテのことも助けきれなかったっていうことで力さえなければ何も守れないっていう理由なんですけど、まあ、それがね逆行してあの力主義のそのバージルを邪魔するダンテが疎ましくてダンテはバージルはダンテをこう普通に殺そうとするんだけど、でもねダンテはまあバージルのことを殺したくないんですよねやっぱりね唯一 の、まあその家族ですから、まあ、最後のシーンとかも感動するし途中でね一応共闘するシーンとかもあってなんかそこも胸熱だし、だからやっぱりいろんな意味でねそれをその共闘したシーンを見た後に最後のね決戦を見るとああかわいそうどっちもやられないでっていう気持ちになってきてっていうような感じで見れますし、だからこそ俺はこの5がちょっと許せなくて俺の印象がそうなだけなのかもしれないけどその5にも結局なんかバージルが生きてたって設定で登場するんですよね。まあ別にネタバレしてももう1年ぐらい経ってるゲームなんでしちゃいますけど普通に、で今僕が使ってるこの V っていうのはバージルの人間の部分なんですよ。だから分かりやすく言うとドラゴンボールのピッコロ大魔王とピッコロみたいな感じなんですよね。あピッコロ大魔王とピッコロじゃないピッコロと神様みたいな感じなんですよ。でその人間の部分を切り離して完全な悪魔になったバージルっていうのがユリゼンっていう魔王で、まあ、めちゃくちゃ強いんだけど結局ユリゼンと V がまた戻ってバージルになるみたいなね、そういう感じの流れなんでまたバージルみたいななんかもういいじゃんみたいなね、思うんですけどあんな3でさ綺麗に片付いたものをまた引っ張ってくるんだと思ってっていうのはあったんですよね。でね、なんかその強くなろうとしてる理由もね、なんかちょっとちっちゃい感じになっちゃってて、ダンテを倒したいから力を求めてるっていう感じになっちゃったんですよ。みたいなちっちゃってなるよね。それでだってめちゃくちゃ人死んでるんでいろんな一般人がでそれでノーノーとしてるっていうのがやっぱっていうようななんかバージルの印象を下げちゃうストーリーだったかな俺的にはね、かっこいいんだけどね技とかそういったものは全部相変わらずのバージルだなって感じでかっこいいんだけどさ、あれどこにいるシャドウ。ちなみにね今僕がこうやって刺激してる鳥さんと猫ちゃんいるじゃんね。こいつらも1に出てきた敵キャラなんですよ。だからその V はバージルがねちょっと分かりにくいと思うんだけどネロアンジェロっていうの鎧のあやべやべやべ鎧のさの戦士に騎士にされちゃうんだよね、それが1に出てくるんだけど何度も言いますけど3で、1ですから3の最後にダンテがバージルを倒してバージルは魔界に残っちゃうんですけどその魔界に残ったバージルが魔界の王と出会って挑むんだけど、その後はまあ結果を察しみたいなとこなんですよ、そしてまあ捕まって操られて騎士になっちゃうということであります。そしてその騎士を倒すと3でね魔界に残った時にこれだけは俺のものだって言ってお母さんの形見のねダンテとお揃いのアミュレットをね持っていくんですけどそのアミュレットをネロアンジェロを倒した時に落とすとそれであこれもしかしてバージルって気づくんですよね、そういう感じなんですよ流れ的には。だから過去作をやってればやってるほど内容が頭に入ってくるゲームではありますしそのネロアンジェロのなんかプロトタイプみたいなのが雑魚キャラでこの作品にはいっぱい出てくるから、そういうところもねやっぱり過去作をやってた方がっていうところではありますよね。
シリーズの楽しみだったなんかコスチュームチェンジが3まではクリア特典でいっぱい手に入ったんですよね。なんかコート脱いだ姿とか上半身裸とかさ、2なんてディーゼル車とコラボですげえラフな私服みたいな格好のダンテも使えるし、で1は1でね、伝説の魔剣士の服装っていうのがまあ初めて登場した回でもあるし、だけど4からはね、なくなっちゃったんですよ、そういうのが。で5も一応一つのキャラクターに1種類追加であるんですけど、これあくまでデラックスエディション購入した人とかその DLC なんですよ。俺デラックスエディション取ってるんで、今こうやって服変えてるんですよ。これ分かりづらいですけど、これ服変えてるんでね、色。だからね、そういう感じになっちゃったのは寂しいかな。なんかクリア特典の楽しみがなくなっちゃったって感じ、ちょっとだけね。よいしょ。まあ、デビルメイクライ、とにかく、なんだろう、ハマる人はとことんハマれるいい作品ではあるし、まあ、ちょっとネガティブ寄りなことを言ってたけど、やってつまんないことはないと思うんでね、ぜひともおすすめですかね。5は、ロードが長い。ロードがすごい多くて、ロードが長いっていうのと、今までの作品って結構そのストーリー進めていくたびにロケーションが変わるんですよ。1だったらちょっとホラー要素が多かった作品でもあるんで、ゴシックのお城から、なんかその、なんだろう、始まってお城の内部に入って探検しつつ、みたいな感じで、で、最後また魔界で、ぐちぐちしたなんか気持ち悪いとこで、みたいな感じでどんどんロケーション変わって、2に至っては本当に豊富で、最初ヨーロッパの街並みみたいなところから始まって、古代遺跡みたいなね、ちょっとめんどくさいんだけど、そこはアングルが暗くて悪くて、だけどその後にね、近代都市みたいなところ、赤いコートのところで走れるということでですね、すごいこう楽しく見れる感じなんですよ。で3はね、最初事務所の前から、ダンテの事務所の前から始まり、テメニングルって塔の中に入って、塔の内部探索して、で、またおなじみの魔界となって、景色がどんどん変わっていくんですよね。あと、リヴァイアさんの体内っていうのもあったかな。で、4もね、雪のエリアみたいなとこもあれば、森林の森のエリアもあればね、教会の、なんていうの、魔剣教団の教会のね、お城の内部だったり、フォルツナの街並みだったりっていうところをこう歩いて戦えるわけですが、なんか5はそういう街みたいなところで戦えるのは最初のミッションだけなんですよ。あともうずっと今ご覧にいただいているようなこの廃墟みたいなね、なんか白い感じの景色が永遠と続くんですよね。まあ、作品内でダンテがなんかこんなに似たような景色ばっかりみたいなこと言ってたような気がするけど、本当にその通りで、ちょっとなんか退屈だったかな。ずーっと骨、灰色の景色、灰色の景色っていう感じ。そこは不満だったな、やっぱり。あえてね、ファンだし、好きだから、そのいろんな人のレビューでいい部分っていうのはもういっぱい見れますよ。だけど、あえてね、そこでこう、それでもっていう部分、はこれはそのネガキャンとかっていうよりはその好きだからあえて言うんですけど、まあ僕はそう思った。5に期待してたのはこの綺麗なね、リアルフォトエンジンみたいなこの綺麗なグラフィックで、もっとその体験版の時がちょうどたまたまその最初の街のステージだったんで、こういう街中でなんかこうダンテ戦えるのかなって思ったんですよ。ダンテやバージルじゃねえや、ネロやね、使ってさ、すごい楽しみだったんですけど、実際はそこだけだったと。ムービーでも街中が映ることが多かったんで期待してたんですけどね、すげえ残念でしたね、そこはマジで。V はいいね、かっこいいな。この V が登場したっていうのは、すごい大きな功績だと思うけどね、5のね。俺もう V 大好きなんで。
超タイプなキャラクターなんで、ただバージル、こいつもバージルの半身かよって思った時はショックでしたけどね。みたいな。せめてなんかもっとあったでしょ、そのねえ、なんかバージルがネロアンジョになってそれでダンテに負けた後一時期行方不明だったんで、その時にバージルの弟子になった人間とかさ、なんか他にもあったでしょ、いろいろと。なんかバージルの所詮は半身なんだねこれね、人間になっても、まあ、ある程度強いんだよね。どんだけスペック高いんだよと思ったけど、まあでもこの分離をしたことによって、そのなんか余計一層なんか人としての大事なものっていうのを見つめ直すことができたっていう、感情的にはなんか、まあ、さっき言ったように小物っぽかったけれども、その感情的には大人になったというか、まあまあまあ、その時間はかかったけど、お父さんとして、そのネロって主人公の結局お父さんだったんですよ、バージルってね。まあ4の小説とかで確か分かったと思うけど、まあお父さんらしさみたいなのも見えて、まあそういう感じでね、かっこよかった部分でももう見れたんでね。まあバージルが出てきて、まあ俺的にはバージル使いすぎじゃねって思ったけど、まあしかも右腕、そのネロって悪魔の右腕っていうのがあったんだけど、それ切り落としちゃってるからね、お父さんのバージル切り落として自分の力にするなんていう、ちょっとすげえなんかとんでもねえことしてるからさ、自分の息子切り落として、で自分の人間だった部分切り外して、魔界の魔王みたいな姿になって、人間めちゃくちゃ殺して、でそしたら今度 V ともう一度結合してバージルの姿に戻って、言った言葉がお前と決着をつけたいとかって言って、お前より強くなりたかったみたいなことを言い出してって、めちゃくちゃ小物ですけどね。まあそれもまあ成長の過程だったってことなんでしょうね。でも時間軸がさ、あの動いてるゲームだから、当時は10代とか、まあ、20代前半だったバージルとダンテも、今もう普通に40代とかなんですよ、これ。その細部だとね。40代ぐらいのおっさんがそんなこと言って争うなよって話なんだけどね。で、20代とかのね、その息子のネロがさ、やめ、家族で争うなって仲裁してるって言ってるぐらいですから。まあね、そんなところもでもまあデビルメイクライですよ。全部含めて。よし、キリがいいんでね、ここで一度終わりたいと思います。まあ一度っていうか、デビルメイクライについてお話しすることはね、終わりたいと思います。これはどうすればいいんだ？ここで終われるかな？はい。まあ今こうして喋りながらだったからちょっとぐだついたけど、やってるのも楽しかったんで、まあ、グラフィック気にならないんだったらデビルメイクライ3と1。グラフィック気になるんだったらね、4でもいいかもしれないけど。まあ、その後に5ってやってみたらいかがでしょうか。3、1、2、4、5の時系列になってます。アニメもありますしね。まあ、よければね、触れてみてはいかがでしょうか。では少し長い動画になってしまったんですが、今回ここでお開きにしたいと思います。ここまで見てくれてありがとうございました。よければね、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。かっこいい V。V ね、かっこいいですよね。では、ご視聴ありがとうございました。